こんにちは、宮内梨沙です。今日は北海道の洞爺湖に新しくできた洞爺湖敦賀リゾート光の歌にやってきました。こちらは新千歳空港から約1時間半ほどで到着しました。光の歌は北海道の持つ自然の力と可能性を体感する北国ならではのライフスタイルをテーマとした新しい形のリゾートホテルとのことです。楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。こちらがロビーになってるんですね。落ち着いた雰囲気ですごくおしゃれですね。ちょっと見てください。こちらに大きなオブジェがあるんですけれども、すごいキラキラした水の反射が相まってすごく幻想的です。すごいたくさんのこだわったアートがあってとてもおしゃれですね。この後も楽しみです。ということで早速チェックインを済ませたいと思います。こちらのロビーのソファーにてチェックインを行うのですが、ウェルカムドリンクとして洞爺湖のリンゴを使った果汁 100% のリンゴジュースをいただけるんです。いただきます。濃厚でとっても美味しいです。そしてあちらの扉の向こうにはこだわりのラウンジがあるとのことなので、早速行ってみたいと思います。この空間めちゃめちゃかっこいいですね。薄の明かりという名前のラウンジみたいです。そして見てください、あちらにバーカウンターがあります。わあ、この景色を眺めながらお酒を飲む、もう贅沢の極みですね。夜になったらまた感じが変わるんですかね。私も夜になったらもう一回来てみたいと思います。お部屋楽しみだな。なんか下にいるときは気づかなかったんですけど、なんかあの辺り歩けるようになってるみたいですね。ちょっと気になるので明日行ってみたいと思います。到着しましたかね。こちらのお部屋です。ちょっと早速入ってみたいと思います。お邪魔します。なんだかこちらにアートがありますね。お部屋はどんな感じなんですかね。すごいおしゃれ。そして見てください、あちらの景色。テラスもあって、この一面に広がる洞爺湖を眺めながらこちらでビールを飲みたいですね。そしてこちらのインテリア、木を基調としてるんですかね。木のぬくもりを感じてとっても素敵ですね。そしてベッドルームもある。和モダンな感じがとってもおしゃれですね。お風呂はどんな感じなんだろうな。ちょっと早速行ってみましょうか。じゃあ早速入ってみたいと思います。露天風呂がある。すごい、この景色を眺めながらお風呂に浸かるってもう最高ですね。こちらの空間も素敵。あと見てください、スキンケア用品からヘアケア用品までありますね。アメニティが充実してるのって本当に嬉しいですよね。ということで、こちらのお風呂には夜に入りたいと思います。綺麗、めちゃめちゃ景色良くないですか。このすごい景色はやっぱ朝風呂ならではですね。3種類がありまして、自分だけじゃなくて露天風呂とサウナもあるみたいですね。ちょっとどれから入ろうか迷うんですけど、まずは露天風呂から行ってみたいと思います。気持ちいい。なんか硫黄とかの匂いもなくて癖がなくてすごい入りやすいです。
ちょっと今座ってるのでこの景色はそこまで見えないんですけど、空を眺めながらこの気持ちいい風に当たりながら温泉に浸かるっていう時間が本当にもう最高ですね。これ内風呂も楽しみですね。じゃあ一通りお風呂には入ったので、この後は最後にサウナに入ってみたいと思います。楽しみにしてた夕食の時間がやってまいりました。ということで1品目はこちら、伊達さんキャベツのポタージュになります。すごい綺麗な色ですね。ちょっと早速いただいてみたいと思います。あ、いい香り。うん、あ、すごいキャベツの甘みが本当に美味しいです。すごいギュッと凝縮した感じがしますね。うん、美味しい。そして2皿目はこちらになります。見てください、とってもおしゃれですね。伊達さんカリフラワーのムースと利尻産ウニとコンソメジュレですね。ちょっと横から見ても2層になっているのがすごい綺麗ですね。ちょっと早速いただいてみたいと思います。わあ、なんか崩すのがもったいないです。このカリフラワーとウニの甘みとこの旨味がすごい本当に美味しいです。そしてちょっと気になっていたんですけれども、この横にあるもの、これ何が乗ってるんだろう。チーズ、ちょっとこちらもいただいてみたいと思います。わあ、本当におしゃれですね。いただきます。うん、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 チーズだ。あ、チーズです。美味しい。なんかカプレーゼみたいなイメージなのかな。そして3品目がこちらですね。和牛タンのグリエと季節野菜のラビゴット、本当におしゃれですよね。ちょっと早速いただいてみたいと思います。うん、うん、うん、この和牛タン柔らかいんですけども、歯ごたえもあってすごく美味しいです。あとこの季節野菜のラビゴットがシャキシャキしてて、本当にこの甘酸っぱいソースも相まって本当に美味しいです。そしてお次がこちら、本マスのムニエルと宝田米のトリュフのリゾットですね。美しい。ちょっと崩すのがもったいない気もするんですけれども、ちょっとまず見えるのがこちら、洞爺湖で作られたごぼうのフライ。じゃあフライだけじゃなくて、真ん中にコンソメで煮たもの、そしてピューレにもなっていて、すごい3種類の食べ方ができるみたいです。で、このごぼうだけじゃなくて、桜マスやこの宝田米もこの辺りで作られたものみたいです。ちょっと早速いただいてみたいと思います。はあ、これどういいのかな。ちょっと豪快にいきたいと思います。うん、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 桜マスのうまみ、塩味と、あとこのごぼうの美味しさ、そして宝田米の甘さ、もういろんなうまみが詰まってる、もう本当にもう幸せを凝縮したみたいな一皿になってますね。そしてお口直しのレモンのグラニテ、早速いただきます。爽やかでさっぱりしててとっても美味しいです。この後のメインもすごく楽しみですね。はい、そしてお待ちかねのメイン料理です。こちらは洞爺湖和牛と伊達さん玉ねぎのローストですね。あの、本当にもうこちらのお皿もアートみたいに美しいですね。ちょっと崩すのもったいないんですけれども、ちょっといただいてみたいと思います。
お肉が本当に柔らかくて、もう噛むたびにお肉のジューシーな旨味が出てきて、この玉ねぎソースの甘みともうマッチします。本当に美味しいです。こちらの玉ねぎのソースだけじゃなくて、ローストやピューレも持ってるみたいなんですけど、本当にすごいですね。なんか一つの食材でいろんな楽しみ方ができるようになってるんですね。ちょっとこちらのピューレの方もいただいてみたいと思います。うん、なんか先ほどの玉ねぎのソースよりも甘みがあって、あのこの和牛の塩味と本当に合いますね。本当に美味しいです。そして最後がこちら、タルトスリーズというデザートです。あの私毎回のお料理で行ってしまっていると思うんですけれども、本当にアートみたいで可愛い。もう食べるのがもったいないんですよね。ただちょっと気になっているのが、このひときわ目立つ大きなさくらんぼ、ちょっと他の子たちと様子が違う感じなんですけれども、気になるのでちょっといただいてみたいと思います。ムースだ、ムースです。さくらんぼのムースになってます。おいしい。なんかこのサプライズ感がいいですよね。そしてこのアイス、なんだろう、なんかかかってるんですけど、ちょっとこちらもいただいてみたいと思います。こちらは蜂蜜ですね。すごい蜂蜜だけど、なんかさっぱり食べられて本当に美味しいです。本当にどの料理も一皿一皿が凝っていて、もう本当にアートみたいで、しかも味も本当に美味しいんですよ。なんかもう一つのお料理になんかお気に入りの料理を絞るとかできないぐらい、もうどのお料理も本当に魅力的で美味しかったです。ということで、この後は夜のバーに行ってみたいと思います。ということで夜のバーにやってきました。すごいお酒の種類が多いですね。あとあのお昼の雰囲気と違って、またちょっとムーディーでおしゃれな感じですね。そしてこちらの後ろには火のラウンジがありまして、夜になると暖炉に火が灯されます。ちょっとこの音楽とこの雰囲気を楽しみながら大人の時間を過ごしてみたいと思います。時間って本当に幸せですよね。ということで、私はこの後も一人の時間を楽しみたいと思います。おはようございます。今日は2日目の朝で水のラウンジ公共に来ております。周りを見渡してみると、水面に光が反射してキラキラしていて、とっても綺麗ですね。この後観光に行くのですが、その前に一旦あちらのガーデンに行ってみたいと思います。あー綺麗、開放感と水面のキラキラが本当に綺麗ですね。すごい癒されるな。こちらから眺める建物の景色も最高なのですが、あちらを見てみてください。光の道というものらしいのですが、あの頂上から見る景色がちょっと気になるので、早速行ってみましょうか。うわー、すーごい360度大パノラマですね。あー
360度見渡せるのってなかなかないですよね。本当に素敵な場所ですね。洞爺湖の目の前までやってきました。ということでこの旅は今日が最後なのですが、洞爺湖鶴ヶリゾート光の歌に一泊してみて、お部屋にはこの壮大な景色を一望できる露天風呂がついていたりだとか、お料理も地元の食材をふんだんに使っていてとっても美味しかったです。なので皆さんもぜひぜひ行ってみてください。ありがとうございました。